もしひろゆきさんが今30歳でウェブ系企業を立ち上げとしたら、どこの国で会社設立しますか？まあ日本ではないと思うんですけど、多分まあヨーロッパかアメリカか中国かじゃないですか。まあ中国はかなり確率低いですけどね。中国人じゃないと後々お金持って帰るの大変なので。なのでアメリカかヨーロッパ圏内かなっていう気はしますけども、それか人件費のめちゃめちゃ安い国で立ち上げて、そのアメリカとか、まあ、日本とかの仕事を取るっていう手もありますけど、例えばマレーシアとかって、そのサイバー IT 系の企業の誘致っていうのを世界中からやろうとしていて、でそのオフィスの半額ぐらい補助金で出してくれて、で10年間利益が上がってもなんか税金かからないみたいな。そんな仕組みとかあったりするので、もしその人件費安い狙いで行くんだったら、その東南アジアの国の仕組みを調べてみるといいんじゃないでしょうか。